こんにちは、りほかです。もうオトパまで1週間も切ったっていうことで、もう最近もうオトパが楽しみすぎてオトパのことしか考えられないくらいなんですけど、毎年オトパではいろんなね、これから発売する作品とか新作の発表とかをしているので、そのね、予想を今日はしていこうと思います。予想というかもう私の願望っていう感じなので、まあ、当たるか当たらないかっていうのはあれなんですけど、個人的なね予想をちょっとしてみたので、よかったら聞いてくれると嬉しいです。前回のオトパでは結構ね新作発表があったものの、そこから新作が出たかっていうと、前回発表された作品あれから全然展開がないんですよね。タイトルとかが出たくらいで、オラソワだけねちょいちょいツイッター動いてるかなってくらいですかね。なので前回発表された作品の声優さんとかちょっとねまた違った PV とか発表されたりとかがあれば嬉しいなって思ってます。特に前回のオトパで気になったのが、なんだっけな、ラバープリテンド、これがただタイトルと本気の恋人ごっこしようっていうキャッチフレーズとキャラクター一人の手を差し伸べてる図しか出てこなかったので、ちょっとねそれがねどんな感じに動いてるのか、それがねちょっと私的には一番気になるなってところですね。結構面白いんじゃないかなって思ってるので、これのね今どんな感じで動いてるのかっていうのを発表があれば個人的に嬉しいなって思ってます。あとはやっぱオランピアソアレ、これなんか結構力入れてるんじゃないかなと思うので、これもねまたなんかいろいろ発表があれば、発売日とかも知りたいし、また詳しく出れば嬉しいなって思ってます。あとはもう前回は本当移植ラッシュ、ビータからスイッチに変わるので、それの移植ラッシュがすごくて、なのでまたスイッチ移植のね発表もあるんじゃないかなって個人的に思ってるんですけど、個人的にスイッチ移植してほしいなって思ってるのは、まずは絡まりですね。絡まりファンディスクと本編すごい大人気だったので、まだねプレイしてない方もいると思うので、ぜひスイッチでセットでね出してほしいなっていうのが一つと、あとは最近グッズの展開がちょいちょい現れてるグラスハートプリンセス、これもね本編 PSP なんですけど、本編とファンディスクが一緒になったやつがスイッチでね出てほしいなって思います。スイッチ振動機能とかもついてるので、結構グラハのグラスハートシンドロームにかかった時とか、こうブーって震えるのとか使えるんじゃないかなと思うので、そこを活かしてスイッチ移植してほしいなって思ってます。あとはオトパにね告知も来るっていうことで、サイケデリカシリーズに何か展開がねあるんじゃないかなっていうのは思ってるんですけど、黒鳥のサイケデリカとハイタカがスイッチ1本にボリューム的になるのかなってちょっと思ったので、まあ黒鳥とかだけでもまずはスイッチで出してほしいなっていうのと、まあ、あとはもう夏になるので夏空のモノローグ、これもスイッチでちょっとプレイしたいなっていう気持ちがあるので、ほんと感動の名作なので夏空をねぜひスイッチで出してほしいなって思ってます。まあ、あとはね個人的に地味に推してる学園系をねぜひねここで来たかっていう感じでオトパで告知があれば私は泣き叫びますね。まあ、あとは欲を言えばシャレマニですかね。シャレマニのファンディスクは出ないかな、望みすぎかなと思うので、シャレマニのスイッチバージョンでプラス追加要素、ピオフィオールの番章みたいな感じでプラスでね追加要素があればいいかなって思うんですけど、それがね出てくれればもう万々歳ですね。まあ、シャレマニがなんかね展開があれば私的にすごい嬉しいんですけど、移植はここら辺が出てくれたら嬉しいなって個人的に思ってます。あとは前回の絡まりのイベントに行った時に、まあ、重大発表みたいな感じで告知みたいなされたんですけど、カミングスーンって出たままねそのままほたらかされてるので、そのね絡まりの発表が何だったのかっていうのをちょっとオトパで回収してほしいなっていう気持ちはあります。まあ、舞台もまだ岡崎編しかやってないので、まあ、もしかしたらその発表っていうのが舞台の査察家編みたいな感じもなくはないかなとは思うんですけど、まあまたね絡まりも何か展開があるっていうことで、ドラマ CD なのかアニメ化なのか続編なのかわからないですけど、何かねそれも発表があればなって思います。あとはアニメ化がね前回なかったので、今年何か1個ぐらいはアニメ化あればなって思います。なんかもう最近乙女ゲームのファンってもう固定ファンになってきてしまってると思うので、白鸚とかみたいにこう新規ファン獲得アニメみたいのをぜひ何かねやってほしいなっていう気持ちはありますね。もしでもアニメ化するとしても、もう乙女エイトさんが推しまくってるピオフィはなくはないかなと思うんですけど、まあ、絡まりアニメ化して成功したのは絡まりとかですかね。まあ、バリバリとかはもう難しいと思うので、まあ、最近の人気の作品でアニメ化したのはピオフィか絡まりかなっていうところですかね。シャレマニとかねやってくれたらめちゃくちゃ面白いと思うんですよね。あれこそアニメ映えしそうな
作品かなとは思うんですけど、シャレマニとかだったらアニメ化しても男性の方とか見てもめちゃくちゃ面白いと思うので、まあ、もしシャレマニがアニメ化したらもう私は嬉しいばかりですね、はい、あとはその前回いろいろ新作がタイトルが発表されて、声優さんとかはねまだ決まってないので、声優さんとかの発表もあればいいなと思うんですけど、個人的に結構乙女ゲームの作品に出てる声優さんって、まあ、同じような方がねやっぱ多いので、わこの方出てるんだ意外っていう声優さんをなんかチョイスして入れてほしいなっていう気持ちはあります。例えばなんですけど、まあ、あんまりね乙女ゲームに出てないので聞いてみたいなって個人的に思うのは、ダンデビのねメイジの声やってる木村昴さんとか、あとは上村優斗さんとか寺島純太さんとか乙女ゲームに出てほしいなって個人的に思ってます。あとはねちょっと私が個人的に好きな山下大輝さんとか、すごい銀ちゃんの声がね良かったのでメインの攻略キャラとして出てほしいなっていうのと、まあ、あとはねケンさんも乙女8にまた出てほしいですね、まあ、予想とかはこんな感じですかね。移植がいっぱいありそうっていうのと、なんかもう全部移植するんじゃないかっていう勢いでスイッチ移植しまくってるので、まあ、グラハは来んじゃないんですかね、どうですかね。あとなんかニルワタとかもなんか新作っていうか黒百合がね本当に面白かったので、あんな感じで出しても面白いんじゃないかなと思うんですけど、黒百合を超えられるかどうかっていうのもあると思うんですけど、ニルアドとかもあったら嬉しいなっていうのと、まあ、あとはアニメ化が気になるなんかあればいいなっていうのと、舞台化もねなんか一個ぐらいありそうですよね。なんだろう、何が舞台映えするかな、ピオフィ舞台あんま詳しくないのであれなんですけど、なんか舞台化一個ぐらいはしそうだなっていうのもありますね。なんかもうあと1週間くらいなので本当に楽しみでしょうがないですね。はい、という感じで音場の予想をしてみたコーナーでした。なんかもし動画見た方とかでこれもありそうとかあったら教えてくれたら嬉しいです。はい、じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。失礼いたします。